えー、こんにちは黒田です今日もごご視聴ありがとうございます今日はですね「エイプリル・イン・パレス」っていう楽曲を解説していきたいと思うんで、えー、どういう内容かといいますとカウント・ベーシー・オーケストラで、まあ、演奏がすごく有名なんですねまああとはもちろんもともと歌詞のある、えー、ミュージカルの曲なのでルイアム・ストロングとかエラ・フィッツジェラルドとかフランク・シナトラが歌ったもういろんな人が歌ってるんですがまあとにかく歌も有名ですで、えー、バーノン・デュークが作曲ということですねまあバーノン・デュークというのはどういう人かっていうお話とです エドガー・ープ・ハーバーグ作詞ですね。この人はどういう曲を他に作ってるのか何かお話ししたいと思います。歌詞は「まあ、こんな素敵なパリの仕事は感じたことはなかった」っていうお話なんですが、まあ、歌詞の細かいところもちょっと見ていきたいなと。 ウィントン・トマルサイズは203年のメロディーをコアリズムチェンジしてそして何のこっちゃわからないかもしれないですがドラムの人はもしかしたら昨日見たかもしれないですが203年をここを中心の下でリズムとしてチェンジしていくっていう僕がやっている他の動画でやってるやつを参考にして解説したいと思います。それでではは始めていいいきましょう。ううううカウント・ベッシーと人人どかすね。 カンザスシティのジャズミュージシャンなんですね。えー、ま金、あ、州法時代にカンザスシティ、そしてシカゴ、そしてニューヨークっていう街ではですね、非常にこうジャズが流行ったんですね。それはあのマフィアが住んでたりとかですね、カンザスシティは政治家がお酒を売ってたんですね。なのでジャズがすごく発展します。えー、この人の演奏がすごく好きで、チャーリーパーカーがよく通ってたみたいで、チャーリーパーカーはまあ、若い時ですよ、えー、可愛がられてたそうですね。 ピアノはあまり弾かないんですね。節約奏法って言ってですねまあ、なんかじーっとしててたまにちょろちょろちょろって弾くんですがこれが絶妙にいいんですねこれもともとドラマーだったらしくてでもすっごいうまいドラマーがいてまこれが勝てないと思ったらしくてピアノに転向したまあ、なんかすごくリズミカルな感じなんですねその辺を聴いてもらうとビッグバンドオーケストラがもうこうわーって弾いてる時にスッて静かになった時にピアノが絶妙なタイミングで入ってくるんで是非聴いていただきたいなと。 学生バンドでの時に僕もやったやり僕もかなり最初の段階でやりましたね、まあ、比較的こうアンサンブルが容易にできる曲なんですねなので、えー、まあこの辺、えー、非常によく演奏される曲なんで覚えておきましょう、えー、ドラムの楽曲っていうか叩き方解説はまた明日しようと思っています えー、エラ・フェツ・ギャラルが歌ってるものは後半のメロディーも歌ってるってことですね、えー、とカウントベースの、えー、アレンジではですね最初のメロディーは1回しか出てこなくて後半はメロディーが変わっちゃうんですねその後半のメロディーもエラは歌ってますねその辺のところも聞いてみて是非聴いていただければと思います えー、作曲はバーノン・デュークという方ですバーーノン・デュークという方はどういう方かというと、まあ、ロシア出身でロシア革命でイスタンブールへ避難で渡、えー、米ということですねロシア革命イスタンブールに避難してた時はですね、えー、なんか作詞をやってたんです作曲じゃなくてでそしたらプロコフィエフが「そのお前才能あるんだからもうちょっとこう作曲もしたら」っていうふうに言われてまたまた作曲を再開してそれから渡米してるみたいですね。プロコと一緒ってすごいですねこういう時代ね。 本当に素晴らしいミュージシャンがこう集まってくるんですね僕もプロコフィエフ大好きなんでえガーシュに見出されてブルードウェイの楽曲提供をしますなんかまあそうやって、まあまあ、あのジョージ・ガーシュに見出されてで、まあ、楽曲提供を始めているということでジャズでよく演奏される曲の代表曲は「I can't get started」「言い出しかねて」っていう曲と「オータム・イ・ニューヨーク」ですねこれも非常によく演奏される曲ですねあこういう人なんだっていうこと形ですねを、えー、ぜひ覚えておきましょう。 えー、エドガー・イップ・ハーバーグという人ですねこうなんかねこのあんまりこう写真がなくてですねこ,うこんな感じしかなかったんですけど、まあ、一応、あのー、雰囲気のために、えー、マンハッタン生まれで、まあ、かニューヨーク生まれこの人もロシア系らしいですねで高校時代にはもうすでにアイラ・ガーシーンと知り合っていて、まあ、アイラ・ガーシーンですかお互い作曲作詞家ですね。 でえー、ジャズでよく演奏される曲の代表曲は「オーバーザ・レイモン」まあ、この有名中の「オズの魔法使い」のね「イッツ・オンリー・ペーパーでしょこれもあのナット・キング・コール」ですごい有名ですね「オールド・デビル・ムーン」とかもこの辺が非常によくジャズミュージシャンが演奏される曲の歌詞を書いています。 歌詞の内容はですね、えー「パリの4月栗の花が咲いて」で「栗の花」っていうのはですね調べててですねあったんでこれエッフェル塔ですよこんな感じらしいですね栗の花が咲いて休日には藤棚みたいな感じですかね、えー、棚になって咲くでもこれ棚って言っても上向きだからね藤棚とはちょっと違うんですけど、まあ、イメージ的にはこうテーブルって言ってるんでこう,、えー、こういうこういうテーブルみたいにふさふさと咲くみたいなね。 この感覚は誰も再び味わえないこの感覚っていうのは何かっていうと、まあ、春の魅力をこんなに感じたことはなかったと向き合ったことはなかったこんなに心が歌うって知らなかった抱きしめられるのをこんなに焦がれるなんてもうすご分かりますなんかこう恋、まあ、したわけですね。誰が私私ののの気ををらせるのかあなたたは私に何をしたのという非常になんかこう胸がキュンとするような歌詞なんですが本当にハパ,ルパリの4月こうこう。こう 華や心もなんか曲も華やかな感じの曲でございます。でウィントン・マルサルスはコアチェンジを利用しているこれね「エブリリ・パリス」っていうこう。 たン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 っていうのが203年を使ってるんですねだからジャズってこう4拍子でやってて203年をワン・ツー・スリー・フォー・ワン・ツー・スリー・ワン・ツ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 ーってやってリズムがまるでそこが頭みたいに聞こえる要はコアのリズムを別の場所にチェンジするっていう演奏の仕方が要は。 急になんかリズムがカクカクって変わった感じがするえ、こういう手法を使ってます非常に、えー、緻密に計算された演奏なんですけどウィントンの演奏も貼っておきます普通に最初はこれぐらいのテンポだと思ったら急にテンポが遅くなるんですねこれなんだと思ってたらこれは203年をずっと軸に、えー、演奏してて、えー、こっちに戻したってことですねだからこのテンポの速さのものは最初のメロディーと最後のメロディーしか出てこない最後のメロディーに関してはこの 203をさらに倍に倍してたりとかですねもうめちゃくちゃ難しいことやってるんですが非常にこうふわっと聴けるようになってここがまああのー、すごいところですねうまい人ってねむちゃくちゃ難しいことをさらっと簡単そうにやるって、ここが難しいですね難しそうな曲を難しそうにするっていうのは比較的容易なんですねこれはね、あのー、勉強しててもまあよく言われますね、えー、要は難しいことを小学生でも分かるようにしなきゃいけないっていうことですね要はその 難しいことを難しい人にしかできない話しできないではなくてやっぱりこうちっちゃい子にでもわかるような、えー、音楽初心者の人でもふわっと聴いて別にいいじゃんって思えるような感じに用意するっていうのがすごい大事ですね。 はい、非常にジャズらしい曲ですのでぜひ聴いてみてください下にリンクをいくつか貼ってありますので、えー、この解説を聞いてからここ見ていただけると非常にいろんなことが気づきがあるんかなと思いますという形でございました、えー、本日も最後までご視聴ありがとうございました今日も最後までご視聴ありがとうございました今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してくださいチャンネル登録の方もよろしくお願いします 私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。